沖縄、はい、やっぱりこうアルプスから聞こえる応援って言ったらハイハイおじさんが、はいはいはい、やっぱりすごい印象に残りますよね、うん、まあ、沖縄尚学、興南高校、で富城もそうでした、うん、沖水全そうだけど、全部からハイハイおじさんがすごい印象的で、うん、あれがね、甲子園92年流れるとね、異様な雰囲気になるよね、うん、何か起きるんじゃないか、うん、あの曲聴くと、あ、沖縄なんだ、うん、沖縄代表が来たな、うん、沖縄の視聴率すごいですよ、80-90% ですよ、うん、仕事を休憩して甲子園応援しようって、うん、興南高校の春夏連覇した時もほとんど見てた、テレビ、テッテレッテテッテテッテレッテテッテテッテレ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 ッテ甲子園球場沖縄テッテレッテテッテテッテテッテレッテテッテレッテテッテレッテ東海大相模13対1負けたんだよね、大差で興南が春夏連覇したそれ、いやいや本当と興南高校ね優勝するけどね、あれ神奈川東海大相模決勝戦やったら、あらってなん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 てナイターゲームだからしびれちゃうね、だってなんてなんてフシュ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 フいや、沖縄行った時に、ね、教えてもらったんですよ、鳴ったんですよ、実際に、うん、3ヶ月間、ドラマで行ってた時に、うん、教えてくれたの、こう下に巻いてやるとピシッてすごい鳴るのよ、感覚が、で、俺に合わせてあのやってくださいってやってくれましたよ、うん、おばあさんが、はいはい、テッテラテテッテテッテラテテって踊ってテッテラテテッてやったらフシュフシュすごいよ、フシュフシュテッテラテテッフシュッテッテッフシュッテすげえ気持ちよかったもんな、ね、でみんな10人ぐらいで踊ってくれて、ま、手がすごいうまいんですよ、テッテラテテッ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 すっげえうるさいのよあれ聞いた時あこれだと思ってでもすぐ慣れるってさやればうまくなるって最初聞けたんだけど、あれ見た時にやっぱりあ大きなパーッとするね、すごいね、あの一体感がなるっていう、だから、ね、本当にね、この高校野球の素晴らしさ、はい、本当にね、伝えたいと思いますね、やっぱブラスバンドがあるとね、やっぱりこんなにも、本当にブラスバンドがないと本当にね、なんかえってね、なんかね、気が抜けた試合になっちゃう、うん、であの応援合戦があるから選手も燃えるし、テレビ見てる視聴者も燃え上がるし、本当にね、ありがたいですね、この100回記念ということで、選手は一体どんな試合を見せてくるのか、はい、非常に楽しみです。私もできれば、甲子園に行ってみようと思います。 See you。 その時まで皆さん、いい夢見ろよ、あばよ、ゲッツ